ワンボール左中間です。センター浅間もバックして、左中間真っ二つ。島帰ってきて3点目が入ります。福田がツーベースヒット、タイムリーツーベースヒットになっています。2打席連続ヒット。あのカーブをね、あれだけバッターが止まってね、しっかりスイングされるっていうのはあんまりないんですけど、ストレートがダメだっていう判断でね、この変化球主体になってるからこれに合わされるんですよね。だから、まあ、自分のペースというかね、まっすぐを生かすようなそのカーブを見せながらストレートで勝負っていう形には持っていけませんでしたね。まあ、しかしこのね、福田もよく打ちます。昨日もマルチヒット、これで3試合連続のマルチヒットということになりました福田です。